いろいろ混ざってますよね。うんうん、何だろう、ジュークボックスみたいな、ね、崩さないようにっていうのとか、あの入り口とかをすごい気にして、結果まあ6時半から起きてます今日は。はい、朝活ですね。いやー緊張しますね。もう本当びっくりしましたよ。そうですよね。ってアカペラみたいな。で夜中に、はい、ティミーの夜中の1時だったね、あれ出来上がったのね、来たので、嘘と思って、すっごい難しい感じの、はい、なんかあのペンタトニックス、はい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 、あれっぽくって、はい、わお、これじゃあグラミー賞取れるじゃん、できたらね、はい、そのくらいのレベルでしょと思って、できんだろうかって思ってました。本当にでも意外とそれで次の日集まってやったら、いけるかもしれないみたいな。ね、最初なんか本当に何もこう考えないで、はい、もう一発目はバーってやったら、結構ハモって、はい、その後のちょっとハードル上げちゃいますけど、そうですね。その時は気持ちよかったんですよね。そうですね。だからうちの、あのスタッフとかはあの日すごいびっくりしてて、1時間ぐらい今しか経ってないんですけどみたいな。でしたよね。なんかあの、ま、なんか もっと前からなんかやってたんですかみたいな。姿見えました。あ、そう、もうすごい鳥肌が立ったって言って、ねね、みんなびっくりしてました。また あ, のあゆさん の, あのお家がすごい響きがいいんですよね。それだから、はい、行かせていただいたんですけれども、すごいあ響くなと思ってたね。だからね、ちょっとお風呂場っぽい、ね、かなり、はい、リビングなんだ。天井高いしね。私も、はい、自分ちで別に歌ったりしないので、うん、あの日初めて、あ、この部屋いい音だなと思って。いやー、どうしようかな。あの今回ね、 SNS の方でね、新曲、おととい、昨日、今日、違う、もう一個ずれてる。おとといの前って何？おとといではない。豆腐やったらいいわけじゃない。しおと、違う。それはしあさ、さきおととい。さきおととい、おととい、昨日っていう風に、あの、一曲ずつ、新曲を紹介させていただいて、そして、今朝もね、今から歌う曲を、ちょっとサビだけ、投稿させていただいたんですけれども、何喋ろうとしたんだっけな。これあの台本も何もないんですよ今。そしてあのご覧の通り、仁さんもいないし、よっちゃんもいないし、総口さんもいないから、私今日司会進行歌全部やります。歌う時だけ笑わないです。あ、そうですね。でその今朝紹介させていただいた新曲をちょっと4人で人間ジュークボックスでいこうかなと思うんですけども、これやり直し聞く？あと自己申告制しましょう。わかりました、はいはい、ぜひあの歯医者さん的な、痛かったら手挙げてくださいみたいな。間違えたっていう人は手挙げてください。他の人気持ちよかったらそのまま行っちゃうんでしょ。手が上がったらやめましょう。やり直しましょう。はいです、はい。それもね、楽しいかもだし。いやドキドキしますね。ファイナルドリンク。ちょっとね、なんか急に寒くなってきた。
音あんまり変わらないんですけどね、先ほどとね。意外とね、ヨンちゃんが一番冷静なんですよ。あ、し、そんでもない。いい、いい。Yonja said she's so nervous she's gonna vomit. 途中で、すいません、もしなんか。Actually, she's the most calmest one. そうね、緊張して吐きそうって言ってたから、ね。いや、私もやばかったです。朝からマネージャーに、やばいやばいやばい、緊張して吐いちゃう吐いちゃう吐いちゃうって。やばいですね、ちょっと。でも、じゃあ行っていいかな、行きましょうかね。はい。OK.
Nobody vomited. That was great. 自己申告なしです。はい。今一番うまくことですよね。今までの。びっくりした。ありがとうございました。はい。あ、じゃあまた座っていただきましょうかね。はい、で今のね歌わせていただいた新曲なんですけれども、ニューアルバムトラブルに入っています。そのトラブルというニューアルバムはですね、8月15日リリースになっていますので。楽しみにしていてください。よし。あ、もうちょっとまだ泣いてるもん。よかった。すごかった。朝活のもう会が。そうそう。二度とやりたくない。はい、そしてですね、もう一つ。次はですね、8月の26日なんですけれどもね、私たち、そしてバンドメンバー、そしてダンサーズ、パフォーマーチームみんなで、エンデーションの最終日に出まーす。はい、ちょっとね、今年は、ABEX がね、30周年で、そして、私が20周年ということで、私もちょっと、エンデーションではね、今までと違ったことにちょっと挑戦しようと思っていて、また挑戦するんかんって感じです。今自分喋りながらなんで、なんと戦ってんのかなって。でも結構それもまた説明聞いた時には一回とはなると思います。あ、もう決まってらっしゃるんですか。はい、私の頭の中にはあります。ああ、ドキドキ。ちょっとなんか怖い気もするけど、はい、前振りです。でも楽しみ。はい、ね、絶対素敵です。なので皆さんもね、本当に楽しみにしててください。8月26日です。はい、お願いします。お願いします。言うの忘れたんですけど、これティミーですよ。ティミーです。多分パッと見、なんやろ、マッチョな白人の人って思うかも。だってね、いつもめっちゃメイクしてリップ塗って、髪の毛もこんな長いしさ、ね、今日ちょっと今日普通、ね、うん、普通普通でもないけど。あ、でもそうね、今日 V も浅いね。普段この辺まで空いてるもんね、私服の時ね。いや、ね、衣装の時は乳首ハートやもんね。そう、各ハート。マジでさ、わかんない人いたかもよ。そうかもね、ほんと。あの男の人誰だろうって思ったかも。白人のボディーガードか、うん、そう。でもやけに歌うまい。ティミです。ティミです。はい、そしてもう一個お知らせがあります。今週から始まるライブツアー、トラブル 2018-2019A 合計40本近くありますね。はい、この内容はまだ一切考えていませんので、何も説明できないんですけれども、今はとにかく A ネーションにフォーカスして、一つ一つね、 やっていかないといけないので、A ネーションのプランが練り終わったら、このライブツアートラブルに行こうと思いますけど、もちろんトラブルのアルバムを引っ提げてのツアーになりますので、新曲もいっぱい歌うと思いますし、懐かしの曲も歌うと思うし、もしかしたらのこともあるし、これも多分驚かせますけど、これ一応言っときます。なんか衝撃感はね、じゃあ聞いた時にこれかってなっておきます。はい、ユミさんとかからメールで、あ、これだこれだったのかって、本当にそうです、これだ。すごいね、いつも、いや、もう本当、あゆちゃんっていつも驚かしてくれるんだけど、でもすごい、それがね、いつも気づかなかった、すごいって
って思う感動につながるのすごく、これだけツアーがこのツアーとか前にあのテレビの放送とかもあったじゃないですか、もうずっといろいろつながってるのに、いつそういうのを考える時間があるのかなっていうのをちょっと思うぐらい、ずっと起きていると割とできますじゃあ常にそうですね、私あのツアー先とかでも絶対あのご飯屋さん行かないタイプなんですよ。ステージ終わったら、はい、速攻ホテルに帰るタイプで、素晴らしいプロ意識がなんか、いやなんかそ、まあ、プロ意識はそんな あれじゃなくないんですけど、こうそういうマインドになかなかならない、やっぱり次の日のことを考えたい、うん、一人で集中して考えたいから、うん、なんかそのお疲れ様乾杯みたいになっちゃうと、うん、もう一回切り替えなきゃいけなくなっちゃうから、そうですね、オンのまま行きたいっていう、こうある程度のがあるので、うん、多分旅先でなかなか私に合わないですよ、そうですねステージでしか、ステージとリハ、ね、リハと、ね、そうなんですよ、ステージが私ずっとホテルの部屋に一人でいるんですよ、意外とだからでもファンは、ね、幸せだよね、そうやってずっと考えててくれるっていうのは、そうですかね、ありがとうございます、はい、すごいな、はあ、楽しみですね、次の、うん、はい、次のね、ドッキリもう一回全然痛くないでしょ、こんなのやっと汗が引いてきたと思ったらもう一回はじゃあちょっとあれですね、なんか最後に今日の感想でもいいし、なんかこれからのことでもいいですし、皆さんから一言ずついただきましょうかね。今勝手に思いついて言ったんですけど、いいですか？はい。じゃあプリンセスに締めていただきましょう。じゃあまず、はい、ヨンちゃん。はい。もう本当今日来る時に死ぬほど緊張してきたんですけれども、やっぱりあの一個ずつ挑戦する何かをいつまゆさんがくださるので、それにあのこの年になるとなかなか新しいことに挑戦ってできないので、一つずついろんな目の前のことをクリアしながら、あの一座の一員として成長していけたらいいなと思っていますので、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします今でも私気づいたんですけど、あのヨンちゃんがこの年になるとって言ったら、あの2人真ん中で一回下向いたんですよ本当にあれどうしたらいいの、下向いたんですよ、いや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 、そっからヨンちゃんの話があんまり頭に入ってこなくてあれうち向いてるんですやっちまったやつですねこれからもね、はい、よろしくお願いします。はい、ヨンちゃんでした。You go. Yeah. Whatever you want to say. See you, Asian bitches! Yeah, it's okay. yeah. Try to say something in Japanese for them. Okay. 今日はちょっと怖かったけど、ね、うまく。We did great. Yeah, we did well. So, だから A Nation も楽しみ。はい。です。あの、結構暗いタイプなんですよ。ステージではね、うえーとか言いますけど、ね、あの普段結構こういう感じなんです割と超女の子ね、だしね、そうそうそうドクターフー、anyone like ドクターフー、サイファイオタク、そう、ね、この間エイリアン2の CD を私に見せてきて、なんか英語でやばいこれネットで今日届いたとか言って、私でもインスタとかにも上げてて、エイリアンズのその来たみたいな、多分はってすごいサウンドトラックだ、サウンドトラックが欲しくて、はい、なんかそうなんですよ、すごいよね、でもそういうところこだわり方がね、あと人んちのテレビでエイリアン見るんですよそれやめてほしいんですよいやもういいよエイリアン、大画面ですか、大画面で、そうですよ、イエーイ、で勝手にあの自分の iPhone と接続とかするんですよあのオタクじゃないですか、そうね、デミってすごいの機械とかね、あの楽器もそうだけど、まあ、パソコンがすごい得意だから、で私は超携帯とか苦手で、勝手に私の知らないうちに自分の携帯とうちの画面とかつなげて
なんか誰がいじってんだろう画面と思って、なんか後ろになんかピピ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 ピエイリアンと、エイリアン、その子でかいから使いたい。Say something before you do. はい、じゃあプリンセスにね挨拶をいただきましょうかね。はい、ですね、本当に今回は突然のことでこういういや本当にね、やりがいが、初めてねこういう話もらった時にすごいなんかやりがいがあるな、楽しみだなって思ったんですよ。でも私たちこれあのヨンちゃんが入ってきてからとかそんなに経ってないじゃないですか。そうですね、だからできるかなっていう、みんなにですよ、そうですね、みんなにできるかなっていう不安もありつつ、でも考える暇もなくここまで来たけど、 でも本当にもう思っていた以上のものができて、そうですね、本当にすごい嬉しい。ここまでこんな複雑に入り組んだものを、うんうん、実はやったことがないですよね、うん、この丸々一緒にやっていくっていうのが、うん、だからもう本当にこのコーラスチームの結束と、はい、愛ちゃんを含めてのそのボーカルチームの結束が今日のことですごく高まった気がして、はい、はい、うん、すごい嬉しい機会を与えてもらって、はい、ありがとうございます。慎吾さんにもアーカイブなど見ていただいて褒めてくれるかな、慎吾さん褒めてくれるかなという感じで、もう頭びっしゃびしゃやん。良きですか？良きですか？はい、それでは、インスタライブ生放送で、生配信で見ててくれた皆さん、そして LINE ライブでずっとね生配信見ててくれた皆さん、みんな昨日からね楽しみに待っとってくれてありがとうございました。ありがとう。みんな満足してもらえてるといいなと思います。それでは次は A ネーションですかね、みんなに会えるのは、yes. はい、じゃあ8月26日 A ネーションで会いましょう。バイバイ、バイバイ。